ニュージーランドから日本に来て40年。常に日本の魅力を探し続けているが、今回は新たなものを求めて島にやってきた。そこは目の前に美しい海と手つかずの大自然が広がる奄美群島。鹿児島本土と沖縄本島の中間に位置する亜熱帯の島々だ。雄大な自然あふれるこの地域はサトウキビの産地としても有名らしい。そのあるもののヒントはこのサトウキビ畑だという。しばらく畑を歩いているとサトウキビを収穫している人に出会った。刈り取ったばかりのサトウキビをかじらせてもらった。甘い。噛めば噛むほどサトウキビの甘みが口の中に広がる。サトウキビを絞って煮詰めてできたものが黒糖だ。この黒糖を原料にして奄美黒糖焼酎というお酒を作っているらしい。そうか、僕が探していたのはこれだったかもしれない。この奄美黒糖焼酎を求めて島にやってきたんだ。ちょっと驚いたのが、黒糖を使ってるんですけど、これ自体は甘くないんですね。黒糖というと甘い、高カロリーといったイメージが思い浮かぶが、実は奄美黒糖焼酎、蒸留酒なので糖質ゼロなんだそうだ。調べてみると、この奄美黒糖焼酎、1953年に奄美群島が米軍統治下から日本に復帰したときに酒税法の基本通達で奄美群島に限り製造が認められた希少な焼酎だ。各島に蔵元があり、それぞれ異なる個性を持った奄美黒糖焼酎が作られている。島々の独特の気候、風土、歴史、文化、すべてが凝縮されている酒が奄美黒糖焼酎だ。飲み方を選ばないのが奄美黒糖焼酎の魅力。最もポピュラーな飲み方が水割り。黒糖の香りと風味を残しながら奄美黒糖焼酎のマイルドな味わいが楽しめる。氷が溶けるごとに変化していく味わいを一杯で何度も堪能できるのがロックの飲み方。奄美黒糖焼酎の旨味をそのまま楽しむならストレートがおすすめ。いろんなバリエーションが楽しめるカクテル割り。果物を使った濃厚なフルーツのエッセンスが加わることで奄美黒糖焼酎はますますフルーティーに。さまざまな料理との相性が抜群の奄美黒糖焼酎。奄美の郷土料理はもちろん、どんな料理にもマッチし、食前、食中、食後のどのシーンでも幅広く楽しめるのが魅力。知れば知るほど深く広く豊かな奄美黒糖焼酎の世界。奄美黒糖焼酎と出会う旅はまだ始まったばかり。さあ、次はどこの島に行こうか。